よっしゃ、頑張らなきゃ。土日だからこそこのモンスターエナジー。なんか毎回そのね、土日でモンスターエナジーの動画を撮ってるような気がするんですけど。眩しい。ちょっと待って、眩しすぎる、これ。今回は、モンスターエナジー、オージースタイルレモネーダーをね、飲んでみようと思います。めちゃくちゃこれデザインかっこいいよな、これ。まあ、調べてみたら、この、オーストラリア、レモネードっていうのはそもそも炭酸水は使ってないのが普通らしいんですけど、オーストラリアでは炭酸水は使うということで、炭酸プラスレモン味。なので、オーストラリアのスタイル、オージースタイルだってさ。で、このデザインが、グレートバリアリーフの、デザインを、イメージしてるらしいです。なんかめっちゃかっこいいよな。 これデザイン本当にいいなって思って、まあデザインで買いました。あ、ここに書いてあるから。グレートバリアリーフが最もエキゾチックな柑橘系の本場でオーストラリアかの地にインスパイアされ、モンスターオージースタイルレモネードが作られた。昔ながらのレモネードをモンスター風にアレンジすっきりとしたシトラスフレーバーに加えて、理想的な甘みと酸味のバランスを実現。さらにいつものように世界で人気のエナジーブレンドをふんだんにミックス、キンキンに冷やして飲んでみて。だってさ、ちょっとね、私ね、毎回思ったんですよ。土日に頑張ろうって思って、そのカフェイン飲料、エナジードリンク飲んでるじゃないですか。なんかね、お腹痛くなってるんですね。まあ、常にエナジードリンクを飲んでるわけじゃないのでね。で、急にエナジードリンクをたくさんね、飲むから、多分それでね、お腹痛くなってると思うんですよ。またやるのか、君はって感じなんですけど、入ってるものがですね、レモン果汁がね、果汁1%と、書いてありますけど、1%でデカデカで、デカデカしく書くってすごいな。で、高麗人参、エキスもあって、エルカルニチン、と、ちょ、エルカルニチン、エル、えぇ、ー、しゅ、しゅ、酒石酸塩、なんだろうね、もうわかんないね。あと、ガラナ酒、エキス、ガラナも入ってるなって、まあ、飲んでみましょう。よいしょ、このね、デザインがこれかっこいいですよね、色がついた。またこれ、名前忘れた。これね、やっぱさ、覚えやすい名前じゃないんだよね。ステイオンタブでしたっけ。どんな色か。レモネードのカラーです。ではでは、いただきます。土日、頑張りましょう。もうなんかね、頑張ろうってやらないと寝ちゃうんですよね。なんかそのね、いつもは食べてないものを食べないと、頑張れないというか。これはね、これレモネードですね。てか、レモネードな、俺は飲んだことないんやけど、炭酸ないんか？本場のレモネードって。マジで？なんか、ね、レモンの炭酸水にイメージあるんですけど、ただのレモンとなんか砂糖を入れただけらしいですね、レモネードっていうのは。ふーんって感じ。絶対炭酸入れた方が美味しいのに。これはね、朝、目覚めの一杯にいいですね、このレモンが。酸っぱいです。まあ、ただ果汁が1%なんで、ちょっとその、なんだろう。人工的な感じがしますね。クエン酸入ってますね。クエン酸的な、酸っぱさがありますけど。これは、レモンだね。だから、レモンとかが好きな人は、美味しいと思います。ジャケ買いですね。俺がね、なんでこれ買ったか、ジャケ買いですね。まあ、新作が出るたびに買うと思うんですけど。ね、モンスターエナジーとかエナジードリンク系でね、好きなので。 ただのジャケ買いです。めっちゃかっこいいなって思って。まあ、エナジードリンク、200円ぐらいなんですけどね。で、どっかで安くで売ってたら、買ったろうってか、
買いやなって思って買ったりしてるんですけどね。まあ、なさそうだったら、買うんですけど、定価で。ちょっとね、やっぱ高いなっていう感じはしますけども。よし、カフェイン入れて、頑張りましょう。あかん、これな、飲みすぎたらあかんねん、これ。もうカフェイン飲みすぎたら、お腹痛ってなりながらね、配達してんだよ。ほんとちょっとバカなんですけども。まあ、でもね、寝て、土日ね、うわ、終わっちゃったってなるよりが、まだこの明るく太陽がね、照らしてる日に頑張るっていうのが、いいんじゃないでしょうか。頑張れない人は、ぜひとも、エナジードリンク、新作とか飲んだことない味とか買ってみたらいかがでしょうか。じゃあもうレモネードで乾杯します。よし、これ飲んで、行きます。お仕事に行ってきます。頑張ろう、頑張ろう、本当に頑張る、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 寝ちゃダメだ、寝ちゃダメだ、寝ちゃ